ドラゴンボール Z スーパー武闘伝スペシャルプロモーションビデオ、日本全国のファミコンファンのみんな、俺は愛と正義と友情のために生きる真のファミコン格闘家、タンスミゴン鈴木だ。失礼しました、ドラゴン鈴木だ、よろしく。というわけで、格闘アクションゲームとして生まれ変わったドラゴンボールZスーパー武闘伝奥義の数々を僕から君たちへ伝授しよう。各キャラクターの繰り出す多彩な必殺技、そしてスピード感、バトルシーンを見ただけでもこのスーパー武闘伝の凄さが分かってもらえると思う。また他のゲームとの大きな違いの一つはこのデュアルスクリーンシステム。このシステムはドラゴンボール特有の広いバトルフィールドでの戦闘を忠実に再現するために開発された。さあ、いよいよ実戦だ。ここでは攻撃必殺技マスターの奥義を伝授しよう。まず攻撃方法、パンチ系とキック系の2つがあり、両方ともバトルアクションの基本であるからして、しっかりとマスターすること。キックは一発のダメージがパンチの数倍、蹴り込む一瞬に隙が出て攻撃を受けやすいが、相手を地面に叩きつけると効果絶大である。出た、これぞまさしく必殺技。リアルアニメーションで放つ迫力満点の必殺アクションである。一人のキャラで3種類以上の必殺技を持ち、操作はプレイヤーの意のまま。ではこれから実際に必殺技のマル秘テクニックのいくつかを伝授しよう。取扱説明書にも載っていない君にだけ教えるとっておきの隠し技を。はじめにピッコロ大魔王のミスティックアタック。まずはリアルアニメーションでその必殺技をチェック。では実際にドラゴン鈴木の神業テクニック、略して神テクをゲーム画面と合わせてみてくれ。次はベジータのスーパーダッシュ。簡単そうで簡単ではないぞ。次はブラッディダンス。1に努力、2に努力、3しがなくて5に努力、きっと君にもできるぞ。これらの他にもまだまだマル秘隠し技がたくさんあるので、君の力で新しい隠し技を見つけてくれ。その必殺技を生かすも殺すも君次第。おっと忘れていたぞ、これこそキングオブ必殺技、悟空のメテオスマッシュ。これは画面だけ、あとはゲームをやってのお楽しみ。すごい、さすがドラゴンボール Z。 必殺技を繰り出しての壮絶なスーパーバトルアクションも最高だが、もっとすごいのが同キャラ同士の対戦。このように超極秘隠しコマンドを入力すると、君の望む夢の同キャラ対戦ができるのだ。攻撃必殺技をより完璧なものにするには、防御にも気をつければならない。我がスーパー武闘伝格闘の奥義の最後の仕上げは防御コマンドだ。ゲームに使用するいくつかの防御方法をチェック。その中で3種類の防御コマンドの入力方法の奥義をレッスンしよう。まず跳ね返すから避けるを連続で見てみよう。入力のタイミングは腰を下ろしたらすぐに入力。これをさらに避けるには画面が変わったらすぐ入力。
このタイミング。吸い取るはこのコマンドだ。しかし防御に失敗した時はご覧の通りこのざまさ。ドラゴンボールファンの君ならこんなことはないと思うが、でもこんな失敗なら楽しいかも。君は戦いに応じた理想的な防御コマンドに入力することができるようになれば、さらに白熱したバトルを楽しむことができる。どうだったかな、ドラゴンボール Z スーパー武闘伝の超マル秘攻略テクは。以上で全ての奥義は伝授した。あとは君の腕次第、チャレンジしてくれ。では最後に君だけにプレゼントがある。この映像が何を意味するかは君がこのゲームを手にした時に分かるだろう。